ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたから。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。
よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用。って大変ですね。地上のレジスタンスはヨルハ部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はーい。
ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター 6O より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認。しかも適正反応があります。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。
オペレーターより 2B さんへ通信環境改善のために必要な資材を収集してください。必要な資材は錆びたボルト、小さな歯車、ゼンマイです。素材は小型の敵から入手できる場合があるみたいです。資材が集まったらレジスタンスキャンプのリーダーアネモネさんに渡してくださいね。了解。少し大変ですけど頑張ってくださいね、トゥービーさん。目標地点の情報を入手。マップにマーク。オペレーター 6O より2B さんへ通信環境改善に必要な素材が全て手に入ったようですね。収集した素材はアネモネさんに渡してください。それで任務は終了です。2B からオペレーター 6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。まったく相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなのでよく洗濯班が嘆いてるんですよ。それに自分のボディのメンテナンスチェックとか全然実行しないんですよね。そういう雑なところをお人に見せないのが司令官らしいんですけど。あなたはどうしてそれを知ってるの。秘密です。それでは。秘密。042からオペレーターへ。レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターよりポット042へ。座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、 2B さん。
ヨルハの遺体。確認、ヨルハ B 型、捜索中の 11B の遺体。こんなところに落ちていたのか。 11B、 ブラックボックス信号は確認できず、ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう、推奨、使用可能な武器を回収、また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。脱走計画、重大な規定違反。しかし当該機体の死亡により処罰の実行は不可能。武器はバンカーにいる 16D に渡そう。
ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。
お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたか。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。Thank you.